では盛大な拍手で、始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実践ワークマネージャーというタイトルで、発表させていただきます。ちょっと自己紹介なんですけど、今日話したいこといっぱいあるんで省略します。はい。で、今日お話ししたいことは、まあ、ワークマネージャーのを使った、さまざまな、物事の解決をしたっていう話なんですけども、まあ、その解決すべき課題が何だったのかっていうところと、あと、まあ、どうしてそのワークマネージャーを使うことになったのかというところを、簡単に説明したいなと思ってます。で、まあ、その結果どういった成果が得られたのかというところも簡単にお伝えしたいと思います。で、その狙いとしては、まあ、こういった事例をちゃんとお伝えすることで、まあ、皆さんの課題解決 の、 その、まあ、一つの選択肢というか、ワークマネージャーを使ったらこういう、良いことがあるっていうのを選択肢として増やしてもらいたいなという気持ちがあって、今日発表させていただきます。で、まずはじめになんですけど、まあ、今回その発表する、課題解決をした対象 の、 その見てねという僕が開発している、アプリのご紹介を少しだけさせてください。まあ、特徴としては、子どもの写真とか動画を共有して、まあ、整理してもらって、家族だけで安心にコミュニケーションができるというアプリなんですけど、まあ、2019年の1月時点でユーザー数が今400万人いるというような状況です。で、2017年の7月から英語版の提供を開始してまして、で、まあ、今日 の、 中身の方でも その英語版の話っていうのが出てくるので、一応ここでご紹介させていただきました。で、ここからが本題なんですけども、まあ、今回そのワークマネージャーを使って解決した課題が一体どんなものだったかというのを簡単にご紹介したいと思います。で、シンプルに言うと、写真の表示が遅いっていう問題がありました。アプリ内でこういう問題がありました。で、英語版の話したのはここで、まあ、海外のユーザーから問い合わせだったりとか、レビューが非常に多いのがこの問題としてありました。で、まあ、もちろん時折、国内にも声は上がっていて、例えばネットワークの品質の悪さだったりとか、まあ、そういった部分で写真の表示が遅くなるみたいな問題がありました。で、まあ、このように遅いんだけどみたいな話って結構漠然とした課題なので、それを数字として分析することっていうのが非常に重要なんですけど、それをやってみた結果がこちらです。私たちはそのニューレリックモバイルというモニタリングツールを使ってるんですけど、それを利用して US と JP の平均的な画像取得のネットワークレスポンスのレスポンスタイムの比較をしたのがこちらです。で、 US は 0.71 秒、 JP は 0.17 秒という、これ平均的な数字なんですけども、まあ、こういった数字が比較として出ているのが分かります。で、この数字を利用してユーザーの手元の状況みたいなものをこの数字で再現して、日本とアメリカのユーザーにおける平均的な UX の差を体感してみましょう。で、これ動画なんですけど、ちょっと分かりにくいので、皆さん右側の動画にまず着目してください。右側は、何か写真を選んだときに表示されるときに、一回くるくるって出ると思うんですけども、左は、シュッと出てきます。で、これが、0.71 秒かかっているっていう状況と 0.17 秒かかっているって、このレスポンスタイムをまあ、再現したような動画になってます。で、これが日本と、つまりこれが日本とアメリカにおける平均的な UX の差がこれなわけです。で、ただ、これあくまでも平均的な数字に基づいた再現動画なので、これ現実はもっとひどいものだったっていうのを次の動画をご覧ください。で、これさっきの iPhone の映像で申し訳ないんですけど、これ僕がニューヨークに出張に行った際の iPhone 版で挙動を確認した際の動画です。で、これ WeWork のすごい品質のいい Wi-Fi ですら、なんか写真表示するまでにみたいな時間がかかります。で、これってアルバムアプリとして僕ら、売り出しているんですけど、ちょっと使い物にならないぐらいひどい状況だったなってことが、まあ、この動画でわかると思います。それでは解決したいことをまとめてみます。一つは、平均値 0.54 秒の差、この UX の差を埋めるということです。で、もう一つは、世界中のどの国でも、日本と同じ 0.17 秒以下の体験、まあ、それを実現するってことです。で、まあ、私たちはこの2つの解決、2つが、解決できることを、要求されていたわけです。で、それではこの課題に対して実際どのような、まあ、自分の中で思考をして、まあ、ワークマネージャーを採用するに至ったかというところを簡単にご説明いたします。
まあ、調査によって、根本的な問題の原因っていうのは把握できていました。少しインフラの話になるんですけども、アメリカ国内での CDN と、アプリの差通信の、内容っていうのは十分速度は出ていたんですけど、僕らのインフラの都合上、ストレージサーバーが日本国内に存在していたために、まあ、CDN とストレージサーバー間の通信がとても遅いことっていうのがこれの根本的な原因です、まあ、これはインフラ的な調査で把握していたところです。で、まあ、そのインフラ側で解決する施策としては、まあ、アメリカからアップロードされたメディアをアップロード直後にアメリカの CDN にすぐ載せてしまえばよいんではっていう発想がチーム内にはあったんですけど、僕らはその AWS の CDN に依存しているんですけども、 AWS 上でその先にキャッシュを CDN 上に載せてしまうみたいな機能が存在していなかったので、この選択肢を取ることはできませんでした。で、そこで次に考えたのが、端末側で、アプリを見てない間に画像をキャッシュしてしまって、まあ、そうすることで UI 上での待ち時間を減らすことができるんじゃないかなという発想に至りました。で、Android アプリでそのようなことを行う方針の上で大雑把な要求をまとめてみます。まあ、1つ目はアプリが起動していないときに処理を行いたい。で、2つ目が Wi-Fi 接続に、Wi-Fi に接続しているときのみ処理を行いたい。まあ、これはいわゆるその画像を取得することのによる、例えばよくユーザーの中で言われるギガ不足みたいな、そういうものを起こさないようにするために Wi-Fi 接続しているときだけ処理を行いたい。で、バッテリーが十分にあるときに処理を行いたい。4つ目が、まあ、新しいキャッシュを取得するために、その裏で動く処理っていうのが1日、大体1日1回ぐらいは処理を行ってくれればいいなと思っていました。で、あと、開発上の都合ですけど、ミニマム SDK バージョン19でも動くプログラムであること。まあ、これらが大雑把な要求としてありました。で、これらの要求通りにアプリにバックグラウンドのキャッシュ処理を作ろうと思ったわけなんですけども、そこで出てきたのが、まあ、発想としてワークマネージャーです。で、ワークマネージャーについて少し振り返ってみますが、まあ、ワークマネージャーとはバックグラウンドジョブを管理するための、まあ、実行して管理するための Android のジェットパックコンポーネントの一つです。で、アプリが終了しても確実にタスクを終えたいような処理っていうのを実行させるのに、適しています。さまざまな制約、まあ、コンストレインツと呼ばれている制約を組み合わせてジョブの実行条件みたいなものを制御することができます。で、さらに API14 以降で同じコードが動くという特徴があります。裏側では API23 以降ではジョブスケジューラーが使われていて、 API14 から22まではアラームマネージャーとブロードキャストレシーバーというものの組み合わせで動いているのが、まあ、これが簡単なワークマネージャーの、機能のまとめです。で、これらのワークマネージャーの実装が先ほどご説明した私たちが要求していた条件に合致する部分というのは非常に多くて、まあ、その結果、まあ、ワークマネージャーは画像キャッシュに最適なんじゃないかというところで結論に至りました。で、こういった、まあ、経緯で私たちはワークマネージャーを選択して実装していくわけなんですけども、まあ、ここからは実際の実装の中身を少しご紹介したいと思います。ですね、私たちのアプリの中にはシンクロナイザーと呼ばれているアルバムに表示するすべてのメタデータ、すべてのメディアのメタデータをクラウド上のデータベースと端末内の SQLite で同期する仕組みというのを持っています。これはすでに持っています。で、このシンクロナイザーを起点としてワークマネージャーを使ってバックグラウンドのジョブが実行されるように実装を行いました。で、そのシーケンスをまとめたのがこちらになります。まずそのシンクロナイザーから、サーバーに対して API 経由で、メタデータを取得しに行きます。で、シンクロナイザーはその後に、メタデータを SQLite に保存します。で、SQLite に、正しく保存されたことを確認したら、そのメディアに対しての、キャッシュを作るためのジョブをワークマネージャーに、延期します。で、延期されたジョブはワークマネージャーから、自動的に実行されて、ワーカーがその処理を開始します。で、ワーカーは SQLite にメタデータを取りに行き、メタデータが URL を生成し、サーバー、まあ、CDN なんですけども、CDN に対して画像を取得しに行きます。で、取得した画像は、我々はグライドを使っているので、それに対してキャッシュしていきます。で、このようなシーケンスで動いて、まあ、アルバムに表示する非常に多くの画像っていうのをバックグラウンドで取得するような実装を行いました。で、このシーケンスの中で重要なのが、今テキストがハイライトされている、
ジョブを延期するという箇所と、ジョブを実行するという箇所になります。それぞれ説明していきます。まず、ジョブを延期する部分なんですけど、まあ、最初に要求をまとめた通りで、Wi-Fi に接続していることと、バッテリーに関する制約を満たしたときにジョブが動いてほしいわけなんですけども、それを実現するコードがこちらになります。コンストレインツというクラスを用いて、ネットワークタイプとバッテリー、充電状態みたいなものをブールやエナムで指定するだけです。で、こちらを使って、次のジョブの実行の部分に移りたいと思います。ジョブはできる限り24時間に1回実行させたいという要求もありました。で、それを実現するのがこちらです。で、ここで重要なのは、こちらのピリオディックワークリクエストというクラスになります。で、こちらでピリオディックワークリクエストを作る際に、先ほど作ったコンストレインツもセットしています。で、ピリオディックワークリクエストというのはどういうものかといいますと、繰り返し同じジョブをインターバルごとに実行させるようなワークマネージャー、ごめんなさい、インターバルごとに実行させるようにワークマネージャーに、リクエストするような形式です。で、特徴的なのは、最初の実行は即時に行われるのか、もしくは、最初に、制約を満たしたその直後に必ず1回実行されるという特徴があります。で、この後定期的に24時間に1回動き始めるというような、リクエストの仕方になります。で、最後に、先ほど作ったピリオディックワークリクエストを延期する部分なんですけども、ここで重要なのがこちらの、延期ユニークピリオディックワークというメソッドです。でこちらは、ユニークな名前のついたピリオディックワークリクエストを常に一つだけ延期されている状態っていうのを必ず保証できるように作られています。僕らのキャッシュを作る、プロセスのように同時に2つのジョブが並列に動く必要がないみたいな場合には、最適な延期の仕方だと思います。ここまでが延期の仕方なんですけども、次はジョブを実行する部分になります。で、ワーカーを実装していくことになるんですけども、実装内容は非常に単純で、SQLite からレコードを取得し、URL に対してアクセスして、画像を取得します。で、その取得した画像をグライドにキャッシュするだけ。まあ、ここは本当に単純に実装していけば大丈夫です。はい。ちょっと半分まで来たんで。はい、すいません。そうですね。ワーカーの実装自体は、とてもシンプルに行うことができるんですけど、ここからはワーカーの実装の tips であったりとか、まあ、僕が実装するときにハマった箇所など、まあ、そういうものを中心に、まあ、より実践的な実装時の注意事項などを紹介したいと思います。まず一つ目が、ワーカーは適当性を担保した処理を書くようにしてください。でこれは結構サーバーサイドのアプリケーションを書いたことがある人は、非同期のジョブ級ワーカーみたいなものを作ったことがあると思うんですけども、まあ、それを、実装したことある方っていうのは同様の経験があると思います。で、ジョブが実際に動いて、それが失敗してしまったときっていうのは、ほとんどの場合はワークマネージャーはそのジョブを、リトライするようになります。で、そういったときのために、同じパラメーターで複数回ジョブが延期されて実行されても、常に同じ結果であったりとか同じ状態になるように実装するようにしてください。で例えばデータベースにデータを書きながら、処理を実行していくようなジョブが途中で失敗してしまった場合に、まあ、再度リトライするときに以前データベースに書き込んでしまったようなレコードが影響して、まあ、リトライ時に意図しない状態になるみたいなことを防ぐような実装をしておくと良いと思います。で次が、リトライの挙動に関してなんですけども、これは多分めちゃくちゃ重要で、あんまりドキュメントには書かれていないんですけど、まあ、深くは書かれていないので、ドキュメントとコードの内部を合わせて読みながら、その挙動を理解しておく必要があると思います。デフォルトでは、バックオフポリシーエクスポネンシャルという値が設定されているんですけども、これもあのサーバーサイドで、ジョブ級を作ったことがある人は、理解していると思うんですけども、リトライ間隔を指数関数的に増加させていくような設定になります。で、大抵の場合はこの設定で問題ないんですけども、これ特徴的なのは最終的に数日後とかに突然ジョブがリトライされるみたいな可能性があるので、
まあ、そこは理解しておくと、役に立ちます。そうですね。でまた、リトライ回数の最大値を設定することっていうのはできないので、こちらも注意してください。まあ、もし回数制限したい場合は、ワーカーのクラス内で、get run attempt count というメソッドがあるので、まあ、こちらを呼ぶと、その現在のリトライの試行回数っていうのを取得可能なので、これを使って任意の回数に達したら、フェイルやさせて、リトライされるのを防ぐようにすると良いでしょう。で、そもそも意図しないリトライっていうのは行われないようにエラーをハンドリングしておくことも非常に重要です。で、これらの挙動を理解しておかないと、例えば意図せずリトライしすぎて、サーバーの API を実行しまくってサーバーに負荷をかけてしまうとか、まあ、そういった障害を引き起こしてしまう原因にもなるので注意してください。次に、ワーカークラスをアップデートするときですね。アプリのアップデートをするときには十分注意してください。インプットデータの型であったりとかキーをむやみに変更してしまうと、まあ、前のバージョンで延期したジョブがアップデートした後に実行されてワーカーの挙動が変わってしまって、意図しないエラーが起こる、そんなこともあります。あとはワーカーのクラス名を変更した場合は、実行時にジョブの実行時にイニットできずにすぐにフェイリアになってそのまま終了していくっていう挙動が、まあ、これコードの中身を読むとこういう、実装がされていることが確認できました。次は、ワーカーはタイムアウトされるというのを事前に知っておくべきです。10分を過ぎるとストップのシグナルが送られて処理が突然中断されます。で、私もその長い処理みたいなものを実装していたことがあって、まあ、なぜか勝手に中断されて失敗してしまうみたいな状況にはまってしまったことがあって、これちゃんとドキュメントに書かれていたので、まあ、それ読み込みが足りなかったなという経験はありました。で、長くなりそうな処理を実行するときっていうのは処理の単位をどんどん細分化して複数のワーカーをチェーンするような構成にすることができます。で、こちらはドキュメントから引用したものなんですけども、まあ、A というジョブが終了した後に B で、 B が終了した後に D と E がチェーンして実行されるような構成っていうのが、まあ、これ簡単に作ることが可能なので、まあ、この機構を使ってタイムアウトから解放されるみたいなことも可能なので考慮すると良いと思います。で、次はキャンセルの挙動ですね。ここも自分ははまってしまったポイントなんですけども、キャンセルを行った直後に後処理みたいなものを入れたかったんですけども、キャンセルしても全然止まんなくて、ジョブが最後までなぜか動いてしまうみたいなことがあって、後処理が正しく動かないみたいなこともありました。で、ワークマネージャーにワーカーをキャンセルするインターフェースっていうのはもちろんあるんですけども、これが全てベストエフォートであるとコードに書かれていました。で、つまりどういうことかというと、動いているワーカーがすぐさま停止されるわけではないということです。で、動いているワーカーがキャンセル要求されたときに何かをしたい場合っていうのは、ワーカー上のオンストップドメソッドであったりとか、ワーカーが持っているイズストップドフラグが、true になったとき、まあ、これが、ワーカーがキャンセルの要求を受けたときということで、要求を受けたときというのが、判断できるので、まあ、それを使って何か後処理をするということが必要になります。で、最後に、QA が難しいという問題はあります。で、バックグラウンド処理は目に見えないので、まあ、デバッグ画面を用意するなどして工夫することで、まあ、それを、サポートしました。で、必要に応じてそのデバッグ画面でワークインフォという、クラスがあるんですけども、そのオブジェクトを取得してジョブの今の実行状態みたいなものを見えるようにしておくのも良いと思います。次にテストの書き方についてご説明したいと思います。まあ、ワークマネージャーを使って作られたコードに対してどのようなテストを記述すべきでしょうか。基本的にはワーカーを同期実行してワーカーに書かれた一連の処理の内容をテストするのが良いと思います。同期実行する方法としてはワークマネージャーテストユニットヘルパーというクラスが用意されているのでこれを利用します。またテストの内容に関しては、まあ、ワークインフォのアウトプットデータを確認したりだとか、あとは依存するライブラリのコードのベリファイを行っていくなども良いと思います。で、先ほど申し上げたワークマネージャーテストユニットヘルパーについてなんですけど、これはテスト実行時のコンテキストを使ってシングルトンなワークマネージャーをテスト用のワークマネージャーをユニットさせるためのヘルパーになります。で、テストドライバーというものを生成してくれるので、コンストレインツを偽装することができて、これを実行することで、これを使うことで、ワーカーをすぐにその場で実行するみたいなことができます。で、その記述方法は参考までこちらなんですけども、
まあ、1行目でイニシャライズを実行してテスト用のワークマネージャーのインスタンスが内部で生成されます。で、2行目で自分たちが作ったワーカーを延期します。で、その直後にテストドライバーを生成して、set all constraints met というメソッドを呼ぶことで、コンストレインツがすべて満たされた状況というのを偽装されるので、この直後に、ワーカーが同期的に走り始めます。まあ、これを使ってテストを実行していきます。ただここでテストの話をしたんですけども、昨日のちょうど昨日の夜に問題がありまして、僕らは、ロボレクトリックを使ってテストを走らせているんですけど、昨晩チームのメンバーがロボレクトリックのアップデートを行ったら突如ワークマネージャーのテストが全部こけ始めるみたいなことが起こったようなんですよ。で、チームメンバーが調べてみてもらったところ、イシュートラッカーにイシューが上がっていて、まあ、ここに書いてある通りでワークマネージャーのテストは、インストゥルメンテーションテストで走らせてくれと言われました。のでロボレクトリックはで今まで動いていたテストは、まあ、たまたまだったっていう感じですね。はい、ので気をつけてください。で、ここまでがさまざまな実装の内容だったんですけども、実際にこの実装によってどのぐらい UX が改善したかというのを、動画を使ってまたこの成果をお見せしたいと思います。で、最初と同様の形なんですけども、右側がアメリカの 0.71 秒という遅い状況の表示速度になります。まあ、そちらはさっきと一緒なんですけども、左側はキャッシュを行った結果、そうですね、タップした瞬間にもプログレスが一切表示されずパッと出てくる非常にアルバムアプリらしい表示になりました。で、まあ、これがワークマネージャーを使って、大部分の画像をすで、に事前にキャッシュしているので、まあ、このような、挙動が成功したということですね。で、動画見ていただいた通り基本的には、この施策は大成功だと思っています。UI 上のロードの遅延は一切なくなって、すべての処理をバックグラウンドに追い出したので、まあ、目に見えるレスポンスタイムを意識するみたいな必要はなくなって、まあ、つまりどの場所にいてもどういうネットワークの状態にいても、まあ、一度でもその Wi-Fi にちゃんとつながっていて、バッテリーが存在している状態であれば、まあ、世界中どこにいても同じ体験を提供できるようになった、まあ、そういうような、成果が得られました。で、これは副次的な成果なんですけども、まあ、もちろんそのキャッシュがある状態なので、例えば地下鉄にいる状態だったりとか、まあ、オフラインの状況でも写真をより確実に見れるようになったという、まあ、副次的な効果もあります。ただ、ここまでで、大きな成果を上げることはできたと思ってはいるんですけども、まあ、自分の中ではまだいくつか課題があるなと認識しています。最後にそれをご紹介したいと思います。まあ、一つ目は、このワークマネージャーを使った設計は、私個人の意見なんですけど、ユーザーの端末のリソース、つまりバッテリーであったりとか、ストレージであったりとか、ネットワークなど、それらに負荷をかけてしまっている認識はしています。ですので、少しでもユーザーの方に安心してもらいたいなというところで、キャッシュを削除する機能だったりとか、キャッシュの容量の最大値を決めるような設定みたいなものを入れて、バックグラウンドジョブのその挙動をコントロール、ユーザーが任意にコントロールできるような UI というのも提供しています。で、まあ、そもそもリクエストに紐づかないその先に CDN にキャッシュを載せるみたいな機能がインフラ的に存在しない問題っていうのは、まあ、やっぱり良くないなとは思っていて、これは AWS 側にまあ強く機能リクエストをしています。で、まあ、一つ解決策としてインフラ的な解決策としてできることは、まあ、その機能を持つ AWS 以外の CDN を使ってしまうみたいなこともあるとは思うんですけど、まあ、コスト面であったりとか、あとインフラ的な複雑性みたいなものを増してしまうので、まあ、現在はそういう方向では特に進めてはいないです。はい、最後まとめなんですけども、まあ今日はワークマネージャーを使った、まあワークマネージャーのどちらかというと中身というよりかは、まあ、それを使ってどのような課題を解決したのかという UX 改善の事例をご紹介しました。で、実践的な背景を踏まえて、まあ、実装時のポイントだったりとか自分がハマってしまったところをご紹介して、あとテストの手法ですね、こういったものをご紹介しました。で、まあ、ワークマネージャーは、まあ、発想次第でいろんな使い方があって、まあ、今回ご紹介したような、まあ、細かい UX 改善みたいなものでも活かせるので、まあ、皆さん の, 何か課題解決に役に立てたら嬉しいなと思っています。はい、以上になります。ありがとうございました。はい、素晴らしいトークありがとうございました。あと5分ほど余裕があるので、
あの退出は可能ですので退出していただいて構わないです。1個か2個だけ質問を受け付けようかなと思います。あ、じゃあ、はい、発表ありがとうございました。ありがとうございます。あのワークマネージャーの裏側で動くものがあの SDK バージョンによってで変わるっていう話だったんですが、はい、あの、はい、ジョブスケジューラー自体はあの 2SDK バージョン21だと思うのですが、はい、それでもあの23からじゃないと動かないということでよろしいでしょうか。ちょっと詳しい実際に自分が試したわけではないんですけど、まあ、あくまであれドキュメントに書かれている話でドキュメントの通り引用させてもらったのでごめんなさい、ちょっとそれが確実に答えればしないんですけども、まあ、あの通りに書いてありました。わかりました、ありがとうございます。他いらっしゃいますかね。すごいためになる発表ありがとうございました。ありがとうございます。あのこれ Android はバックグラウンド関係がすごいなんかある意味充実していてできると思うんですけど、はい、なんか iOS も半分ぐらいユーザーさんがいる場合ってどういう感じになってるんでしょうか。そうですね、 iPhone 僕得意なんですけど実は iPhone はその NSURL セッションっていうあのバックグラウンドタスクを実行するための仕組みあるんですけど、実際はそれ今僕らは使っていなくて普通にバックグラウンドスレッドで同じ処理を実行していっています。なのでアプリが起動しているときにじわじわキャッシュを作り続けているっていうような状態になってます。はい。はい、あ、時間的にもう一個ぐらいいけそうですね。いかがでしょうか。自己紹介忘れちゃってたんですけどいいですか。あ、大丈夫ですか。そうですね。はい、あと3分ぐらいありますので。僕は株式会社ミクシーの、家族アルバム見てねよというアプリ作ってるんですけど。実はアプリエンジニアでは今なくて SRE チームの、まあ、どちらかというとインフラを開発している人間になります。で、もともと iOS 開発を担当していたので今こういったアプリのコードを書くような SRE みたいなことをやっています。で、この辺にあの見てねのチームがいるのでもし何か興味あれば話しかけてください。ありがとうございます。ではこの後そのオフィスアワーの時間を展示室で取りたいと思いますので、まあ質問等あればそちらでさらに聞いていただければと思います。以上ありがとうございました。